パチプロになることの辛さ。パチンコの方針に行かせが進化した私このトラナがパチンコの楽しさと価値観をお伝えするチャンネルです。はい、どうもコントハルドでございます。今日はですね、パチプロになることの辛さというテーマでお話ししていきたいと思います。はい、いつもですね、まあパチンコの楽しさをお伝えしますと伝えてるんですが、やっぱりね、楽しさっていうのはですね、プラスの部分を知っておくだけじゃなくてね、マイナスの部分も知っておく必要があると、はい、ただの楽観的っていうのはね、ポジティブでも何でもないですから、マイナス部分をしっかり理解した上で楽しむっていうことが大事だと思うんですよね。はい、何でもかんでも全て楽しいっていうわけではさすがに、ね、それは違いますからね。はい、そしてね、まあ、パチプロとね、まあいう、まあ、世間であんまりね、一般的にね、おいおいみたいなね、突っ込みたくなるような、職業って言ってるかわからないですけど、はい、それは皆さんご存じない方が、まあ、ほとんどだと思いますので、もし自分がパチプロというね道を選択したらこういう辛さがあるということを今日お話ししていきたいと思います。まずは僕のですね、経歴をお話ししていきたいなと思います。まあ、僕のパチンコとパチプロ時代のね、経歴ですね。はい、まず僕が今33歳なんですけど、18歳から22歳は一応大学に行ってました。ただ大学行ってても正直、まあ大学っていうのは自由なので、ほぼ学校通わずにパチンコばっかりしてました。はい、なのでまあちゃんとしっかり卒業できたんですけど、まあパチンコもうほぼもう専業みたいなもんですけど、まあ一応兼業っていうのかなって感じですね。はい、で22歳の時に、まあ、冒頭でもお話してますが、半年間世界一周に行ってました。で帰国して難病になったんですよね。血小板減少性紫斑病という、まあ結構ね、まあ、3人に1人ぐらい亡くなっちゃう結構重度な病気になりまして、2ヶ月間入院して、2ヶ月ぐらいかな、まあ自宅療養みたいな感じでねしていたという感じでございます。はい、で、23歳の時に渡辺コメディスクールに入学しました。はい、で、まあ、養成所に通ってる人たちがね、まあお笑いの勉強をしつつね、ライブ出たりとかしつつアルバイトするような感覚で、まあ、僕はその分パチンコをして稼いでいたと、はい、いう感じでございます。はい、で24歳から26歳まで、はい、この期間は僕は完全にもうパチプロでしたね。パチンコ1本でパチンコで収支を得ていました。600万ぐらいは稼いだんじゃないですかね、年収でね。26歳から28歳が不動産屋で働いてました。26歳から31歳まで不動産で働いたんですけど、26歳から28歳までは、まあ、パチンコをしてなかったです。はい。一切してませんでした。はい。なのでね、まあ、この期間に出た台とか、正直、あんま知らないんですよ。はい。どういう台があったのかな。北斗の拳の5とか、だからそこら辺のね、話をたまに振られても、あ、その期間打ってないんで、ちょっとわかんないっすね、みたいな、僕、感じになるんですよね。はい。で、28歳から、まあ、31歳の時は、まあ、不動産屋で働いたんですけど、パチンコをやってました。はい。で、もう正直パチンコしたくてしたくて仕方なかったので、最後の2年とかは、あの不動産屋の仕事で1日1時間とか2時間しか仕事してなかったんですよ。あの、まあ、ジムっていうか、秘書っていうか、人をね、雇って、できる限りその人に仕事を振って、できる限り仕事を終わらせて、パチンコ屋に行くと。はい。でもパチンコ行くか、まあ、ジム行くか、カフェで読書するか、まあ、友達と遊んでるか、主催のイベント開いて人狼やってるかみたいな、はい、まあ、そんな感じで楽しいことばっかりしてる期間でございましたね。はい、で32歳から33歳が、まあ、今ですね、今に至って、まあ、旅打ちしながらですけど、まあ、完全にパチンコ一本ですね。だから今もまあパチプロと、まあ、行っていいというふうに思っております。はい、そんな経歴でございます。はい、なのでね、まあ完全ならパチプロでいた期間っていうのは約6年間ぐらいですかね。まあ学生の時も入れていいんだったら10年間みたいになりますけど、まあしっかりもう1本でやってるっていうのは約6年間ぐらいですね。そんな、まあ、パチプロ経歴がある僕がですね、パチプロをやっていて辛かったことですね、はい、今日それはお話ししていきたいと思います。はい、というわけでそんな経歴がある僕がですね、まあ、パチプロ歴が長いのか長いって言っていいのかあれですけど、パチプロ経歴がある僕がパチプロしていて辛かったことをお話ししていきたいと思います。はい、10選考えてきました。ぜひ最後までご覧ください。はい、1つ目、社会から認められない。もうね、ローンは組めませんね。まあ家を買おうと思ったりとか、いい車買おうと思ったりとかしたらローンを組めることはもうほぼないでしょうね。はい、で賃貸を借りるのもまあ
結構苦労するんじゃないでしょうかね。はい、もう保証会社は当然つかなきゃいけないでしょうし、はい、でクレジットもね、そう簡単に作れるもんではございません。はい、そんな感じです。2つ目、世間から認められないですね。はい、まあ、世間からするとね、なんでこいつは俺が一生懸命働いてんのにパチンコばっかり遊んでばっかりいるんだというふうに思ってますよ。最近のコロナになったりとか、あとあの大震災ありましたよね。はい、東北地震があった時とか、もう世間はね、まずどこを攻撃したいかっていうと、パチンコ屋さんとかパチンコやってる人を攻撃したいんですよね。はい、なので、まあ世間の人はまず認めてくれません。はい、これ伝えですね。はい、3つ目、理解される友達がそうできない、恋人もそうできない。はい、まあ、パチンコやらない人にね、ちょっと学園中だからちょっと遅れるわとか、U タイム持っててもう1時間ごめん遅くしてくれとか、あの激アツのちょっとその日イベントあるんで悪いけど別の日に日にち変えてくんねえかなとか言っても理解されることなんてそうないですよね。はい、もう恋人でも、もう結婚するなら、もう頼むから、まあ普通の仕事についてくれと。普通の仕事ってとは何ぞやって言いたいけど、まあパチプロはせめてやめてくれというふうに思う人がほとんどです。はい、ですよね。はい、なのでもう理解してくれる友達、恋人もそうできませんね。はい、僕もね、パチンコの旅始めて、まあ、パチンコやってると、まあ、公言して友達との連絡とかね、もうめちゃくちゃ減った、マジで減ったね。そんな感じでございます。4つ目、堂々とそう名乗れないですね。はい、まあ、仮にね、まあ、運よく結婚する相手が見つかりましたと、はい、いうことになって両親に挨拶行くときにね、パチプロをしております、何々と申します、よろしくお願いしますとか言えますか。堂々と胸張ってそう言えたもんじゃないですよね。はい、もう合コン行ったとしてもですよ、パチプロの何々ですとか胸張って言えないですよね。はい、なんかアンケートだとか、された時にインタビューとか仮に街でされた時とか、パチプロのって言えますかと、なかなかね堂々と言えたもんじゃないですよ。はい、警察にね仮に捕まったとします、仮にもう冤罪です、冤罪で捕まったとします、そこでね、パチプロしてますみたいなことを話してたらね、冤罪でももう容疑者に見えてきますよ。悲しい、僕も言いながら悲しいですよ。はい、堂々とそんな名乗れたもんじゃないということですね。5、情報量が偏るですね。はい、まあ、今でこそね、まあ、スマホがあってね、いろんな情報を収集することはできるようにはなりましたけど、それでもやっぱりね、もう情報量がね圧倒的に偏ると思います。キセル予告が来たら信頼度、75% ですからとか、核変中に魚群で当たったら核変ですとか、それ知ってて何の意味があるんですか。はい、意味ないですよね。で、僕も不動産屋さんにね入社した時にね、本当にもうパチンコしか正直していなかったわけですよ。はい、なのでね、印鑑証明書って何ですかと、はい、住民票って何ですかと、はい、管理会社にもう聞いてたぐらいなんですよ。はい、そんな不動産屋さんやばいですよね。はい、お客さんからしたらね、もう笑い事じゃないですけど、当時は本当に毎日のようにもう分からなすぎて、もう本当にいろんな人に迷惑かけて、分からないことが分からない、何が分からないのか本当分からない、そういうレベルでした。はい、あまりにも上、もうパチンコ知っちゃったら何も負けないけど、そんなの何の役にも立たないから、はい、ということで本当毎日のように1年ぐらいはもう泣いてましたね。はい、ということで、まあ、情報量がもう明らかにもう偏ると、はい、いうわけでございます。はい、6、コミュニケーション能力がなくなると。まあ僕はね、まあ、今でこそね、まあね、いろんな人にね、まあ、声かけられて、声かけてもらって話したりとか、まあ、Twitter でも YouTube でバンバン発信してるので、まあ、いろいろ人が声かけてくれたりとかね、毎夜毎夜ね、ポーカー大会をやってますので、僕はね。はい。まあ、そこでね、いろいろ人と、こうだみたいな話をするんですよね。するんですけど、まあ、当時、もうガチガチのパチプロやってた時っていうのは、もう、本当、まあ、人と話す機会はそうなかった。もう3ヶ月間生活してて、話した言葉は、コンビニで、温めてください。それだけ、みたいなね。はい。そういうこともありました。はい。マジで、コミュニケーション能力が低下します。まあ今はもう得意ではないですけど、話すの。はい。まあ、パチンコやっててコミュニケーション能力豊かでっていうのは、そう、普通の人からするといないと思いますよ。はい。そんな感じでございます。7、社交業界ですね。
はい、まあ、パチンコ業界自体がね、まあ、残念なことではございますが、これから右肩上がりに上がっていきますというのは、まあ、難しいと思いますね。はい、パチンコのね、店舗がどんどん残念ながら潰れてます。はい、で、打ち手も減ってます。これから日本にカジノとかができるわけですよね。はい、で、今、競合とかが増えたりとかして、あとまた外に行くのもね、気が引けてね、室内でやっぱりできるものっていうのがね、スタンダードになってますから、はい、残念ながら、パチンコ業界は、社交業界と言わざるを得ないと思います。8、将来に役立つスキルはほぼない。どんなに辛くてもね、将来に役立つスキルだったらいいと思うんですよね。はい、将来こういう風になりたいから、今は辛いけど、この仕事を一生懸命やってれば将来役に立つという風に思ってればいいと思うんですけど、パチンコしててそれはないです。例えばね、面接とか行ったとします。僕はあのパチンコの新宝器2で、ヒゲの内が6割決まるんですよね。とか、北斗無双でダイヤサブリ1回200個増やしたことあります。とか言っても、それプラスになると思いますか？はい、もうプラスどころか、ただただマイナスにしかなりませんからね。はい、もう役立つスキルなんかあるか？ないですね。はい、ないと思います。役立つスキルはパチンコをしていてもない。け、自由すぎて責任感ないと死にます。はい、もうパチプロっていうのはね、もうね、あまりにも自由です。はい、もうね、もうそこにパチンコ屋にね、行かなくたっていいわけですから。もうずっと寝ててもいいし、もうずっとゲームしててもいいんですよ。はい、もうね、自由すぎるがゆえに、もう責任感を持ってないと死にます。誰かにケツを叩かれなきゃね、いけないっていう人はね、なれないですね。ある意味ね、責任感ある仕事っていうのはね、いいことだと。成長するためにもいいことだと思いますね。はい、そんな感じでございます。ラスト10。月でも収支がマイナスになることもあると。まあね、1ヶ月250時間パチンコ打っててもですよ、マイナス10万円とか、マイナス収支に触れることなんて、まああることなんですよ。もうパチプロ してる人だったら、あることなんですよ。250時間仕事してマイナス収支になることをあることって考えて普通の人が理解できますかね。まあ、メンタルがまあ普通にしっかりしたパチプロだったら、ああ普通、ああまああることだからあることだからって思うかもしれないですけど、そのメンタルを持ってないもう一般の人だったらもうね、ゲロ吐きますよ。はい、ゲロ吐くくらいのことだと思います。そんな感じで10選をお届けしました。はい、というわけでね、今日はパチプロをしていて辛かったこと10個お伝えしました。まあ、辛いことをお話ししたんですけどね、僕は楽しくてそれが情熱持ってできることだったらぜひやってみたらいいと思いますよ。はい、まあ、嫌なこと今日ばっかり言いましたけど、もうそれがね、もう夢中になるぐらい好きだったらとことんやればいいと僕は思ってます。はい、まあ、やるにしてもね、例えば、まあ、今だったらね、まあ、ブログとかノート書くとか、あとまあ YouTube で発信するとかね、はい、あとまあ例えば組織化するとかね、まあ、パチンコを人に教えて組織化してやるとか、はい、あとなんかね、パチンコの、まあ、バックエンドの商品とかを作るとかね、はい、そういうことをすれば、まあ、全然できる、自分が好きなことを発信していけばできる時代ですので、はい、ぜひそうすればできると僕は思ってます。はい、まあ、僕の YouTube のね、まあ、月の収支なんてね、ほんとスズメの涙ほどですので、まあ、全然説得力がないですけど、まあ、僕はそうなると信じてますから。はい、そんな感じでございます。というわけで、ね、まあ、そこまでじゃないんですよ、まあ、パチプロになるというそこまでの決意はないにせよ、まあ、本業をやりながらパチンコで、まあ、月に5万から10万円ぐらいのプラス収支を目指すっていう選択肢もめちゃくちゃ僕はベターだと、はい、そういうふうに思っております。はい、という感じでお伝えしました。はい、ぜひねコメントでね、まあ、パチンコやってて辛かったこと、まあ、パチプロに限らずパチプロやってて辛かったことでもいいし、まあ、パチンコやってて辛かったこととかね、コメントでいただければ嬉しく思います。というわけでね、今日僕はね、辛かったパチプロして辛かったこと10個お話ししましたけど、この10個のことなんてね、僕ね、どうでもいいと思ってます。その10個のこと一切ブレることもなく、どうでもよくて、それ以上にパチンコが楽しくて楽しくて仕方ないです。はい、もうね、毎日明日パチンコ打てるパチンコ打てるってね、ルンルン気分で打ってますよ。あ、もう一切ブレない、他のことはどうでもいい。はい、そんな感じで思っております。はい、というわけで次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。彼女が欲しいよ。彼女が欲しい。